はい、ではいつものこちらのコーナーからです。あれ人気者のちょいわる先生の今週の一発予想。こんばんは。こんばんは。マジで誰ですかね。はい、あのおめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと番組の趣旨間違って、経済番組ですよね。はい、はい、まあちょっと中近東も大切ですからね。そうですね、まあ世界観出すためにって多分彼女なりの努力だと思うんですよ、ね、なるほどね。まあ前もって言ってもらえばね、私もなんかやってたんですけどね。サプライズにも程がありますね。まあ今日はあのあれなんですよ、あの大阪セミナーと東京同時開催、この間土曜日やりましたね。あ、たくさんの方に見ていただいたんですよ。まずちょっとあのご挨拶ね。たくさんの人が見ていただいてる時に限ってこれですからね。まあ素晴らしい展開で思い出になるんじゃないですかね。どうも思い出に。先週はね、どうもありがとうございました。きっと忘れられなくなる。ありがとうございました。はい、まあ先週ね、振り返ると、まああのアンジーにね、先週何か乳児の上げがね、久しぶりとか言われたんで、まずねこれからいきましょうか。そうですね。1ページ目。はい。1ページ目こちら。まあこんな感じでね。はい。ドラギ退治大成功と。まあユーロ円、ユーロドルね。ユーロドル推奨しましたけどね、はい、300ポイント以上下がってね、はい、あの見事な下げになりました。退治しちゃいました、はい、退治っていうかね、もう完全読み切りましてね、うん、先週月曜日からずっとユーロ売り推奨しましてね、うん、はい、全国のユーロ売りの皆さん、うん、ブログを応援してくれる皆さん、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね、ね、このズバリ的中。まあああいうことをね、あの言われるとね、プロに対してね、このあのインド人か何かアラブ人か分かりませんけどね、うん、これ負けたくない日本人の意地でね、うん、まあ、今週もやりきりたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあちょっとね、あのそのユーロのね、はい、チャートの状況を見ていきたいんですね、はい。まあドラギさんが実際その前回のね9月の時はあのやるかもしれないよ、うん、でまあ、今度はもうほぼやるよみたいなね、うん、あの状況なんで、おそらく12月 の、 あの ECB のね、うん、あの12月3日になります、次回ね、うん、あのここであの多分やってくると思いますよね、うん、で利下げしたりとか期間の延長したり、量的緩和の拡大ね、うん、具体的な部分言ってくると思いますよね、うん、この会見で一気に急落して、うん、あとまあ、 あの翌日ですけどね、うん、あの人民元の利下げね、うん、これもダブルできましてね、うん、まあ、今少し若干戻ってますけど 1.10 ぐらいですかね、うん、10ちょいちょいぐらいですかね、うん、まあ、この発表を得てね、あのドイツ銀行は、うん、私あの前からパリティって石田さん言ってたでしょ。言ってましたね。1になるんじゃないか、ドルとユーロが1対1になるんじゃないか、はい、いうこと言ってましたけどね、うん、あのドイツ銀行は2017年に 0.85 ドルになるんじゃないかな、あ、まあ、ドルの方が上値いくんじゃないかみたいなね、すごい修正してますよね。パリティ通り越しちゃって、うん、だからまあこの流れでいくと、まあ、年内でも可能性あるかなと思うんでね、あ、まあ、引き続きあのユーロに関してはね、あります年内、うん、まあ、あのあると思いますよ。あ、だアメリカ別にあの利上げねするしないありますけどね、うん、あの前から言いますように、あのずっと言い続けたね、うん、最後の集大成がパリティでね、うん、ゴール迎えるかなと思ってるんでね、うん、だからもう引き続きも戻りをあの売ってもらってね、うん、いけるんじゃないかなと思いますよね。でもドル強いですか？ドルはもうあの弱いわけないですよね、うん、ただ今週ね FOMC でしょ、あのイエレンさんの関係ないけどもね、うん、あの日銀がありますからね、うん、今回だからドラギさんも喋ったんで、うん、黒田さんも何にも喋んないでね、うん、あのボケっとするわけいかないと思うんでね、うん、30日はちょっと期待だと思いますよね、うんうん、この間言ってたそのドラギさんの会見前の表情ってどんな感じでした？なんかちょっとね、ちょっとあの重苦しいっていうかね、やっぱそうだったんだ、くそ痛くないけど言わなくちゃいけないなみたいなね、こんな感じでしたよね、うん、ズバッとズバッと言っちゃうんですね。やっぱ出るんですね、顔やっぱり出ますよね、うん、うん、まあ、この辺もね、あの投資家の皆さんね、今後ねあのユーロに関してはね、うん、ECB に関しては参考にしてもらえればね、うんうん、その顔の見方も教えますよ。それ、そう結構ね、僕 先週ぐらいからそれ結構気になってて、うん、ドラギさんどんな顔したらこの不安なのかとか、ね、っていうか、まあ、前から言いましたでしょ、あの、うん、本当にね、あの顔もう本当に LINE じゃないけどね、うん、顔を見てね、だいたいもう、うん、あの1週間ぐらい前の雰囲気で分かるんですよね、うん、だからドルだってあの先週先々週かな、うん、利上げない利上げないってえらい下がったでしょ、118円まで、はい、ところが今121円ですよ、うん、ね、ということはもうあの一喜一憂するんですよ、利上げが近づいた遠のいたとね、うん、まあ、これが今回の FMC と、うん、あとね、まあ、日銀で次回 の、 あの FOMC ね、うん、これにつながっていきますからね、うん、まだあの今年いっぱいあるんでね、うん、あの非常に楽しいことあると思いますよ。うん、
まあ、予想自体はね、いろいろ当たり外れありますけどね、うん、私も自信を持ってね、うん、予想してるんでね、うん、まあ、ついてこれる方はついていただければね、うん、ちゃんと結果出したいと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、イベントね、はい、今週の注目イベント、ね、こちらです。今週もいっぱいあるんですよ、うん、29日の3時になってますよね、うん、だから28、29、日本時間変わって、うん、明け方の3時に、まあ、この利上げにつながるかが注目で、まあ、ほぼ今回はないですね。ないですか。ほぼね、うん、年内はまだ可能性は60から70あると思ってますよね、うん、まあ、でもイエレンさんが今回喋らないらしいんで、うん、である程度発表があって、うん、まあ、マスコミがね、利上げするとかしないとか遠のくとか近づくとか、これでブレはあると思いますけどね、うん、まあ、これある程度スルーでいいんじゃないかなと、うん、まあ、朝3時まで起きてる必要はないと思いますよね、うん、ただこの29日のね、ニュージーね、うん、政策金利、これついこの間までは 0.25 下げるって言ったんですよ、はい、ウィラー総裁が、うん、下げてこれで今回で終わりにするというね、うん、いう形だったんだけども、直近のちょっと指標とかが結構いいんですよ、はい、だこれが今据え置きにまた変わっちゃったんですよね、うん、直近ではね。だから一応木曜日の朝蓋開けてみないと分かりませんけどもね、うん、ただまあ前回前々回かな言ったように、うん、ニュージー自体の経済は良くなるからね、うん、中長期的に見れば、うん、まあ、来年見据えてとかいう状況であれば、うん、利下げしてくれた方が今持ってない人にはすごい助かるんですよ、うん、利下げすれば一回一瞬ドンと下がりますからね、うん、朝ね、で朝下がって大体9時とか10時ぐらいの中値ぐらいまで見て、うん、相場が落ち着いたら買っとけば、うん、多分儲かると思いますよね、うん、ニュージー円の方ですね、うん、ニュージードルじゃなくてニュージー円の方ね、うん、これはちょっとおすすめですよね、はい、で、あと、ついに来ました、黒田バズーカ3号。うん、まあ、バズーカっていうか、まあ、これ前回もお話したんですけどね、うん、まあ、時間で言うとね、うん、話が長引いて長引いて1時半とか1時40分とかなるとね、うん、前回が1時43分なんですよ、うん、この時にバズーカ2号発射したんですよ、うん、だこれちょっとご注意いただいてね、うん、昼からずっと見てて、うん、でかといって今回皆さん勘違いされてますけど、うん、時間だけじゃないんですよ、政策は変更なしと言いつつも、うん、今度黒田さんが何か喋る可能性あるんでね、うん、3時半からなりますからね、でそうすると、ECB もこれやってきましたと、ね、いろんな策、中国もやってきましたと、うん、で日本もこのままスルーというわけいかないんでね、うん、黒田会見もある程度躊躇なく何かあれば物価目標のために躊躇なくやるっていつも言ってるんですよ、毎回毎回ね、うん、バカの一つ覚えみたいにね、うん、でも今回は一応もうその時が来たらすぐに決行しますとかいう話に切り替えるんじゃないかなと、うん、そういうのを私は見てるんですよね、うん、だからまあ先週先々週118円、うん、で今週121円ね、まあズバリも押し目買いでね、うんうん、利下げするとは言ってないしね、いう話はないわけですから、まだ年内に可能性残る限りはね、うん、非常にドルにとっては好材料出てくると思いますよね、うん、あとまあ細かく言えばその1日またトルコありますよね、うん、これ石原さん昨日ね、うん、日本大使館の前でああなんか大騒ぎしてましたね、あったでしょ、うん、トルコの人とクルド人がね、うん、殴り合ってぶん殴ってね、うん、これありましたよね、原宿ですよね、そう、ね、大使館の前でね、こんなの予期せぬことですよ、でこれが今度来週って次の日曜日にね、うん、総選挙あるんですよ、うんね、与党が勝つとか、ね、負けるとか、前回その関数取れないから解散しましたよね、うん、でこれどうなるかですよね、うん、だ日本でこんな感じでやってるんで、いざこれ選挙がやるってなった場合にね、暴動でも起きちゃうとね、うん、国内 で、ね、でこの間中東でもヨーロッパでもあれでしょ、テロがあったり、うんね、そういう感じになると、これトルコリーダーは間違いなく大きく、いやもしそうなるとね、多分もう限界体制とかやると思うんでね、うん、そう思いたくないですけど、もろ、うん、もろこういうふうな私の予想が当たるとすると、うん、一気に2、3円していく可能性もあるからね、うん、これちょっとご注意いただいてね、トルコ持ってらっしゃる方はね、うん、まあ、大丈夫と思いますけど、ただその可能性がね、11月1日日曜日でしょ、うん、でマーケットやってないでしょ、あだから少なくてもじゃあ与党が勝ちましたよと勝利宣言して、うん、いい方向に行ったにしても、おそらく月曜日の朝の大きな上げはないと思うんですよね、うん、ただ逆のケースあった場合に日曜日マーケットやってないから、そうね、週末の GA ポジションは ね、 ね、だからもしそうなった場合に、月曜日の日本時間の月曜日未明に発表が出たとか、うん、いや実は
さらにテロが起きて延期になったとか、ね、開票できないとかいう可能性あるとも、一旦下振れする可能性ありますよね。でそうした場合にこの翌日日本が休みなんですよ。だから負けどうしようもないですもん。負けて薄くなるでしょ。だそのリスクだけはちょっとね、もう前もってトルコお持ちの方はね、大丈夫とは思いますけど、超危険な状況であるのは事実なんでね、それちょっとご注意いただいてね。そうですね、まあ一言言えば、まあ、買いすぎないようにね、金利だけに騙されないようにね、見てもらいたいと、そういうふうに思いますよね。トルコリラはあれクリック始まってから結構やっぱ下がってますもんね。だから 44.5 いくつから始まって38円台までね、でしかもそれ8月のお盆明けから一気に下がったんで、それまでみんな金利もらってる、やったやったやったって喜んだんですよ。そこからもう暴落始まったんでね、だから証拠金が薄いんで、結構リスクも高いですよね。だから金利が高いわけですよね。投資先としての注目はやっぱかなり中国が集まってるんですね。だからもうなんていう衝撃的な、今日のアンジーじゃないけど衝撃的なデビューしてね、うわーって言ったんですけど、そのうちは隠れちゃってね、ようやく今ここ最近は強い力で戻ってるんでね、今41円何がしとかね、いう状況なんでね、でまあ下振れはちょっとねあるかもしれないというね、下がったとしたら買いなんですよね。買いというか、まあしばらくしてね、しばらくしてもうすぐその場で買うんじゃなくてね、直接その国の影響あるからね、1週間ぐらい様子見た方がいいと思いますよね。はい、じゃあ予想言っていただきましょうか。そうですね、ちょっとその前にね、これドルの件だけね、重要なあれがあるので、これがね、ようやく先週ね、切り返して一目の雲の上で200日移動平均線で書いてますよね、これが9月の頭からようやく抜けてきたんですよね、で黒い雲あるでしょ、雲の加減が 120.67 なんで、皆さん覚えておいてください、この辺で止まるようであれば、ドル復活の可能性あるし、下に突っ込んじゃうとちょっと危険があるというね、ちょっとこれワンポイントですけどね、200日移動平均線だけちょっと確認してね、見てもらいたいと思いますので、これ分かりやすい図ですね、はい、これね、これダブルでやってる、一目と200日のダブルなんでね、結構このまま上抜ければ123円ぐらいいくと思うしね、まあ、120.67 はちょっと皆さんね、この番組見てる方、覚えておいてもらいたいと思います。 120.67 を下回るとちょっとねやばいかもしれないし、その辺止まれば行くと思いますよね、はい、なるほど。じゃあ行っていただきましょう、はい、今週のちょいワル先生の一発予想はこちらです。はい、まあ素直にね、FMC もある程度その悪い材料というか、もうないと思うしね、また利上げの可能性残るという状況も出るし、あと日銀もその黒田さん、黒田さん頼みますよ、ね、なんか喋ってください、いつも同じことばっかり言わないでね、私が言ったっていいんですけどね、まあ、ドルはとにかく、まあ、今週というよりもね、来週の雇用統計まで持っておいてもらえれば なんとかなります。引き続きということですね。そう、自信持っていきましょう、あとニューシーはこの29日の朝6時にね、利下げして突っ込んだらぜひ買ってください、この2本立てでちょっと今週は行きたいと思います、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、ではいつものようにこちらのお知らせです。はい、よろしくお願いします。ホープを連れていきます。はい、はい、いつものようにちょいワルのセミナー、ちょいワル先生のセミナーですね。はい、久々に、登場させていただいてます、広島の、はい、渡辺さん、牛込さん、あと川口さん、見ていただいてますでしょうか。で年末までにですね、残りわずかなんですけども、先生の方が出演されるセミナーの方を決定しておりますのでご案内させていただきます。まず最初ですね、直近なんですけども、11月の7日に先生の地元である福岡の方で開催決定をしております。はい、地元だ。はい、次がですね、11月の28日、東京の方で、まあ、少しお席多めに取っているんですけども、東京の方で開催決定しておりますので、まだお申し込みまだの方はぜひお申し込みいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、0120864、早くお前言わないと時間なくなっちゃう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ぜひこちらの方にご参加ください。ということで、今週も人気者ちょいワル先生の今週の一発予想のコーナーでした。ちょいワル先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、一旦CMです。